存知かと思いますが、メリークリスマス、こちらをフランス語で何と言いますか、ミキさん。任せてください。ジョワイユノエルですね。パフェ！ジョワイユノエル。ジョワイユとは、嬉しい、楽しい、陽気な、愉快な、おめでたい、なんてね、ちょっとこういい言葉がなん、いい意味なんですけれども、ノエル、クリスマスのことですね。こちらと合わせて、クリスマスおめでとうという形で、ジョワイユノエルというふうにですね。さて、では続いて第2問。はい。サンタクロース、こちらサンタさんをフランス語で言うと、なんていうかご存知ですか？サントクロース。では、クロースのフランス語名はニコラなので、サンニコラ。よくご存知ですね。はい、調べました。そう、サンニコラで間違いではないんですけど、あ、じゃあちょっとあの、質問を変えます。はい。はい、すいません。では、はい、あの、サンタさんが、あの、クリスマスプレゼントをくれるじゃないですか。の、はい、サンタさんみたいな名称が、あの、フランス語で何て言うと思いますか？ムッシュ、ニコラでどうですか？ニコラこだわりますね。はい、友達で結構ニコラいるんですよね。まあ、こちらは、あの、ルペール・ノエル。つまり、あの、クリスマスの父ということで、あの、はい、ニコラさんではなくて、ルペール・ノエル。まあ、ちょっと子供用の歌で、ルプチーパパ・ノエルなんて言いますけれども、あの、クリスマスの父ということで、ルペール・ノエルってことを覚えててください。あら、ニコラウスはどこへ？では、第3問に行きます。はい、さあ、クリスマスツリーは何て言いますか？もうこれは知ってますよ。サパン・ドゥ・ノエル。パーフェ！こちらね、はい、我々の後ろにサパンがございますけれども。はい、ございます。そう、これは、まあ、クリスマスのモミの木という意味ですね。サパン・ドゥ・ノエルという表現をします。では、最後に、良いクリスマスをというフレーズを言ってみましょうか。私はあなたの素敵なクリスマスを望みますみたいな感じのフレーズでお願いします。任せてください。 Je vous souhaite de joyeux Noël。 惜しい、惜しいです。すごいいいとこ言ったんですけど、はい、 Je vous souhaite un joyeux Noël。 de じゃなくて un でいきましょう。 un 来ちゃいましたか。惜しいですね。Je vous souhaite un joyeux Noël. Parfait. Je vous souhaite un joyeux Noël. それでは、来週のクリスマスに向けて準備は万端ですか？